めちゃくちゃ効いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、体脂肪を減らすためのランジということで、レジスタンスバンドを使ってよりもも裏、お尻の付け根にガツンと効かすランジを紹介します。このランジをすることで、もも裏をしっかり鍛えることができて、綺麗な足痩せをすることができます。プラスアルファ、足を鍛えることによって代謝が上がり、痩せやすい体を作ることができます。もちろん負荷をかければかけるほど代謝は上がると言われてますけども、通常のランジではなく、レジスタンスバンドを使ってランジを行いますから、適度な負荷を加えることができて、ゆっくり安定したフォームでランジを行えますので、よりピンポイントで同じ部位を効かすことができます。通常トレーニングの上級者ではない限り、ゆっくり効かすということが難しいです。そしてより疲れてない部位を疲れさそうとしてしまいますから、使う部位をどんどんね、自分が要領よく変えてしまいます。そうすることによって、ちゃんと同じ場所に効いてない、使う部分がバラバラになって、ちゃんとしっかり筋肉に効かないっていう状態を作ってしまいます。それは人間の本能ですから、しょうがないです。そこをレジスタンスバンドを使うことによって、フォームを安定させて、よりピンポイントで太もも裏、お尻の付け根にガツンと効かすことができますので、ぜひ痩せたい人、足痩せしたい人、体脂肪を減らしたい人は、レジスタンスバンドを使ってランジを行ってください。今回はレジスタンスバンドを使って10回3セット一緒に行っていきましょう。バンドがない方はフォームだけ見よう見まねで真似してください。3セットできそうにない方は1セットでも OK です。一緒にやっていきましょう。ではやり方を説明します。通常ランジは前足も後ろ足も90度でランジを行っていきます。ですが、上がりきることによって筋肉が休まりますから、上がりきらないところで動くというのがポイントです。そして今回このレジスタンスバンド、はじめは一番柔らかいゴムを使ってください。これを使って今回はしっかり追い込んでいきましょう。まずゴムを土踏まずにセットします。そしてゴムの位置と肩の位置が一直線です。そして足は、足首から膝は常にまっすぐです。こういう感じです。足が動くことによってゴムが伸び縮みする。決してゴムを引っ張るのではなくてですね、足が動くことによってゴムが伸び縮みする、こういう感じです。上半身がぶれない、足の位置がぶれない、立った時に膝の位置がこっちに来ないようにですね、肩の位置が絶対ゴムの真上です。そうすることで前足のかかとに重心がいって、もも裏、お尻の付け根にしっかり効かすことができます。反対の足も一緒です。必ず肩がゴムの下、前かがみです。お尻から肩までは丸まらないように、反れないように、後ろに行かないように安定したままでランジを行う。膝が立った時にこっちに行かないように、必ず足首から膝までまっすぐ、ゴムもまっすぐ、これでランジを行います。そうすることで同じ位置、ここをずっとピンポイントで使うことができますから、しっかりねフォームを安定させて、より効かすことができます。一緒に10回3セットやっていきましょう。ゴムがない方は目安として手はこういう風に伸ばしてください。いきます。1、2、3、こういう感じです。4、5、6、前足の膝が伸びきらないように。8、9、10、はい、反対いきます。いきます。1、2、3、
2セット目いきます。いきます。ラストです。いきます。OK、 ラストいやピンポイントで効いたと思います。もも裏、お尻の付け根あたりが効いていればフォームがバッチリです。もし前ももに効いたよって方は、足の裏の重心がつま先にかかってしまっているので、もしくは膝が前に出てしまっている、前かがみになりすぎているっていうフォームのズレがありますから、ちゃんと膝と足首がまっすぐ、ゴムの位置が肩の下、これで動く、前に来すぎない、立った時に後ろに反れない、そういったことを気をつけてフォームを安定させてランジを行ってください。次の日、もも裏、お尻が痛ければバッチリできてます。ゴムがない方もですね、今と同じフォームをすることで前足の前ももに効きにくく、前足のお尻ともも裏にしっかり効かすことができますので、スクワットをした時に前ももばっかりに効いてしまう、またはワイドスクワットをしても前ももに効いてしまう、そういった方はもうそのスクワットをやめてしまってですね、このランジをやってみてください。でこのランジをしっかりすることで痩せ体質を作ることができます。どうしても日常生活では前ももを使ってしまうので、そこで痩せたいけど、代謝上げたいけど、足鍛えたいけどっていうことでスクワットをしてね、前ももがムキッとしたり、前ももがカチコチになったり、前ももが疲れやすくなったり、そういったデメリットもありますから、まあ、そういった場合はスクワットはもう頭から外してもらってですね、ランジ、そしてランジでも前ももに効く場合がありますから、今回のようにフォームを安定させて、またレジスタンスバンドを使って負荷を上げてフォームをしっかり安定させて、同じスピードでゆっくり1回ずつ行っていく、そうすることでピンポイントで効かすことができますので、ぜひやってみてください。でこのレジスタンスバンド、とってもエクササイズに効果的です。どのエクササイズもレジスタンスバンドを使うことで負荷を変えることができます。柔らかいバンド、硬いバンド、いろいろありますから、フォームを安定させて慣れるにつれて回数を増やす、慣れてくるとゴムを硬くする、回数を減らす、そうすることでしっかり上手に効かして負荷をかけれますから、プラスアルファはゴムを使うことで勢いよく速筋を使わずにだんだん力を入れてだんだん効かすっていう風に遅筋を使うことができますので、足を太くしたくない、だけど負荷を与えたい、筋肉をつけたい、だけど筋肉を大きくしたくない、そういった方にはね、このレジスタンスバンドめちゃくちゃおすすめです。一応説明欄には書いてますので、よかったら商品見に行ってもらえたらと思います。ということで、3セット頑張りきった方、勉強になった方、よかったらグッドボタンやコメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからもスク
少ない回数、短い時間でしっかり効くエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。こういった動画を載せてほしいよとか、そういった要望はですね、動画のコメント欄や、できればストーリーのコメント、投稿のコメント、そういったところの方が気づけやすいですから、ぜひね、こういった動画載せてほしいんですけどとか要望があれば、ぜひコメントお待ちしております。ということで、今回は痩せ体質を作るレジスタンスバンドランジでした。ご視聴ありがとうございました。